78.5 はい、若さん、のんちゃん、お気楽トーク。はい、いらっしゃると思いますが、いつもの声とは違います。はい、代打の寺田恵子と申します。今日はお二人ともちょっとお休みなので、私呼ばれましてここに座っておりますが、胸はドキドキ、お口から心臓が出そうでございます。早速では今日のゲストさんをご紹介いたします。キッチュさんと申します。もうこんなんですよ。ではもう変わります。キッチュさんどうぞ。はい、皆さんこんにちは。北九州のお姉なビューティーカウンセラー、そして、モテ神市第五式美人神コンサルタントのキッチュと申します。本日はよろしくお願いいたします。お願いいたします。お願いします。はい、私はキッチュさんとお会いして3回目ぐらいですね、はい、あの霊華城からのご紹介でご縁がありまして、はい、そうですね、ナイスバディの霊華城から、はい、ご紹介をいただきました。はい、それであのキッチュさんの魅力にちょっと取りつかれまして大ファンとなりましたので、ありがとうございます。今日代打となった時にうーんって思い浮かんだのがキッチュさんのお顔でした。本当ですか、はい、ありがとうございます。嬉しいです。一緒に座れてとても嬉しいです。はい、ではキッチュさん自己紹介をもう一つあのお願いできますか。どんなことをしている方なんでしょうか。はい、小倉北区砂津の方のマンションの一室で、プライベートサロンをしているんですけれども、皆さんやっぱり自分に自信がないので自己否定を繰り返してしまう人がすごく多いです。そんな人たちが自分の似合うを知ることによって自己否定が自己肯定に変わるっていうお手伝いをするサロンをやっています。はい、ありがとうございます。今は美容の方でサロンを開いていらっしゃるという、私もお伺いしたことあるんですが、はい、とても素敵なサロンで写真をいっぱい撮らせていただきましたそうでしたね、はいはい、そしてサロンだけではなくて私もこの前伺ったのは、はい、吉さんどうぞ、はい、あ、この間はですね、寺田さんは数秘術カラーセラピーっていう生年月日をもとにですね分析していく診断をさせていただきました。はい、いろんな数字とそして色、それに伴う色っていうので初めてだったので、はい、とても新鮮で、うん、その色がまた意味がある。そうですね、例えば茶色だと土に近い、はい、でも頑固だと茶色の土を踏み続けると硬くなるでしょうというお話を聞いて、うん、なるほどと思いましたし、うん、あ、そうなんだなってまた自分を知ることができたり、うん、家族のこともちょっと見ていただいてとても嬉しく思いました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。それではお聞きしたいことがありまして、はい、最初から、はい、あの美容の方に興味があって、はい、ということではなくて、うん、他のお仕事とかもされてたりしましたか。そうですね、もともとはアパレル出身で、うん、4年間アパレルにいたんですけど、うん、その当時実はすっごいニキビ肌だったんですよね。うん、ね、もうおでこまでニキビがひどいぐらいの状態だったんですよ。うん、年齢は何歳ぐらい。ですね、22から25の4年間アパレルにいたんですけども、10代の時からずっとニキビに悩まされてました。そうなんですね。皆さんニキビができると思うんですけど、うん、その成長していく上で思春期とか、うん、悩むぐらいの感じだったんですか。もうでもしょうがないのかなって思ってたんですね。自分は油症油症って思ってたんで、ただしっかり分かったのが油症ではなく乾燥肌が招いてニキビができてるっていうことが分かって改善していった。ただニキビが完全に治ったのは実は32歳で。へえ、そうなんですね。そうなんですよ。それまでは肌は改善していったんだけどニキビが完全になくなることがなくて、でそれの改善が何かきっかけだったかっていうと、32歳で福岡のテレビ局に、はいはい、福岡のお姉特集っていうのに出た時に、はい、もう完全に自分がお姉だとカミングアウトできた時に、
完全にニキビができなくなったんですよ。それってやっぱり心理的なもの、心とつながってるっていうのもあるんですかね。そうですそうです、もうそこがすっごい大きいと思いますね。とてもなんか僕の感じの話になりそうですね。この先も楽しみです、またいろいろ聞かせてください、はい、では曲1曲目いってもよろしいかな。いっちゃいますか、はい、いっちゃいますか。ではトニー・チャンティさんの柔らかい手、これはキチュさんどういう、はい、気持ちで気になりましたか。はい、今日ですね3曲ちょっと選ばせていただいた、はい、1曲目にこのトニー・チャンティの柔らかい手を選んだのはですね、はい、夏のこの時期ってどうしても心が乱れたりっていうところがある中で、はい、トニー・チャンティの歌声ってすっごい癒しなんですよね、私にとって。なので1曲目でまずちょっと癒してもらって、そこで少し波がある自分の心がフラットになった状態で2曲目以降ちょっと私の好きな曲を聴いてほしいなと思ったんで、まずはこの曲をお届けしようと思います。はい、では木地さんのリクエストの第1曲目お伝えしたいと思います。お願いします。疲れるからこの手を
はい、素敵な曲を聴いていただきました。それではちょっとお知らせいたします。リクエストメッセージのお届け先をお知らせしたいと思います。数字の785@fm-kitaq ですね、.com、こちらの方へお願いいたします。はい、はい、とても素敵な曲でした。そうでしょう、なんか柔らかくて、うん、でここからYouTube を見られる方にお伝えしたいと思いますが、はい、ちょっとアクシデントがあってですね、はい、カメラが一つしか映らないということが分かりまして、席をちょっと吉さんと変わりました。はい、席替えしました。私よりゲストさんの吉さんのお顔の方が流れた方がいいと思いまして私みたいなおばちゃんが映るより絶対いいと思いましてはい、変わっていただきました。はい、はい、席替えしてまたよろしくお願いいたします。はい、はい、それではですね、はい、間の私がちょっと拙い司会をいたしますが、皆様心を広く優しい心でお見守りください。はい、キチさんが、はい、先ほどちらっとお話出たんですが、うん、はい、ニキビが30代になってから、うん、やっとそしてカミングアウトをしてから、はい、解放に向かっていったというお話で、うん、心と体ってやっぱつながってるのかなっていう思いがしまして、うん、でちょっとお聞きしたいと思いまして、はい、そのカミングアウトっていうことのお話を少し聞いてもよろしいでしょうか。はい、実はですね、30歳で自分が独立をしたって言った時に、はい、SNS 上には自分がお姉だということを書いてたんですよね。はい、まあ、ただ SNS って言ってもブログだけですね。はい、とその当時美容室に勤務してたんで、美容室のお客様、うん、なので30歳から出会った人はみんな私がお姉だということを知ってたけど、うん、それより前の人っていうのは、うん、ほぼ知らない人が多かったんですよね。あ、そうなんですね。でも32歳で、テレビの出演が来た時に、これはテレビを見た後に私が言うよりはちゃんと先に言った方がいいなって思って、実はフェイスブックで公開をしたんですよね。それが初めてですか。まあ、厳密に言うと20代の時に何人かの友達には言ってたけど、もう両手数えるほどもないぐらいです。その時はそうなんですね。フェイスブックでお知らせして、うん、はい、そう、まあ、勇気っていうか一歩踏み出すっていう気持ちも、うんうん、とてもやっぱ葛藤がその前にもあったかもしれませんが、その結果的にはどうでしたか。うん、ですね、その時に実は、一番嬉しかったことがあったんですけど、はい、高校の時の同級生が、うん、実は、私がそのカミングアウトする前ですね、うん、彼は私に、うん、お前がもしそうだったら気持ち悪いもんなっていうことを20代の時に言われてたんですよね。そうなんですか。うん、だからその言葉があったんで、うん、もう言えないなって思ってたんですよ。すっごい仲のいい友達だったんで、うん、ね、その友達が実は一番に投稿にコメントをくれて、うん、お前がそうであっても何も変わらないよって来たんですよね。そうなんですね。でも本当に泣くほど嬉しかった反面、うんうん、お前のせいで私はこんなに苦しんだんだって思いながらでもそれは伝えてないままですか。いやいや、言いました言いましたそしたらですね、すごいんですよ、はい、これ皆さんね、分かっておいてほしいんですけど、はい、言った本人覚えてないんです。言われた本人は傷ついてるから覚えてるけど、そうですか、言った本人って覚えてないんですよ。そんなもんなんですかね。そう、へえ、そんなことがありましたね。覚えてないっていうことを知った時はどうでした、うん、なんかがっくりみたいな、そこまでずっと思ってたじゃないですか、うん、はいはいはい、その彼の一言をずっと数年、うんうん、でもあらって感じ、気抜けした感じ、拍子抜けしたのと、うん、あ、やっぱりそんなもんなんだって思ったんですよね。だから、うん、傷ついた側はすごくずっと執着するように覚えてるけど、うん、それって逆にもったいないなっていうことを自分が体感した、お客様に語れる材料が増えたなっていうふうに思いました。うんうん、もったいないっていうのはどういうもったいなさですか。例えばこういろんなこう、ね、うん、人生長く生きてるといろんなことが起きるじゃないですか、はい、でマイナスのことをずっとやっぱ引きずる人って何年も引きずるじゃないですか、うん、でもそれが例えば言われた言葉に傷ついてても、言った本人は覚えてないんだったら、言われた本人が長くそれを思い続けてる方が逆にその先の人生の分かれ道で大きく変わってくるのかなって思いますよね。なるほどですね。うん、でもやっぱりその
積み重ねの日々があったからそこまで行ったっていうのもありますよね、うん、そうです ね、うん、そういうふうにこう自分がもう一歩進もうっていう、うんうん、とても気持ち的に楽になりましたかカミングアウトしてからは、うん、だからもう完全にカミングアウトしてからは、うんうん、ある意味堂々と生きられるようになったっていうのがあるかなと思いますね。昔はやっぱり20代の頃とかカミングアウトしてない時は、うん、自分のセクシャリティのこととかは言えない、なんかずっと心に蓋をしてた、で自分に自分を嘘ついてたんで、やっぱりそれが結局ニキビとして出てたっていうことなんですよね。だから心の影響ってすごく大きいんで、みんなに我慢しなくていいよって言いたいですね。そうですね、うん、そのニキビ以外に体調に出たりとか、うん、なんか苦しくなった思いっていうのはありました？そんなにそれ以外にすごくあったっていうことはないけれども、うんうん、すごくこう自分の中で変わったっていう大きな一つとしては、うん、言葉遣いを変えたことによって自分の所作が変わったっていうのはあります。そうなんですね、うん、結局30歳で美容室に勤めてた時に、その時にそのお客さんとかは全員自分がお姉だということを知ってる人ばっかりだから、はい、だから一人称を俺とかっていう言葉を使わなくて私に切り替えたんですよね、うんうんうん、その一言を変えただけで所作が変わったんですよ。やっぱ自分の本当中身を出せるっていうか、うん、こう嘘ついてる言葉表現みたいなのの、うん、その重みもあった感じですか？それを俺から私って変えただけで、うん、その一言だけでとても軽くなった。そうですね、気持ちが軽くなったと思います ね、 そうなんですね。自分らしく生きるってやっぱり必要ですし、うん、幸せなことですよね。そうです、そうです、ね、本当に自分らしさを表に出せるっていうか、うん、そこに思いに蓋をしないっていう、うん、その言動を出せるっていうのが、そうですね、うん、必要ですよね、うん、人間にとってやはりそれが一番幸せな、ね、いや幸せなことだと思いますよ、ね、自分に偽りなく生きるって、うんうん、だからやっぱり LGBT の当事者の人たちって、うん、自分をしっかり出して生きてるからファンが多いんじゃないかなと思うんですよね。やっぱ嘘偽りないものを表に出してそれに魅力を感じる人が来てくれるっていうのはまた素晴らしいことですよね。またそこに縁がつながったりとか、そうですね、そういうふうに、自分を出して、うん、また人との縁も変わりました？人との縁は変わったと思いますね。なんか素直に接していけるっていう形でその新しい縁とも、うん、はい、どん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 こうまたつながりが増えていったりとかありますね。で逆に言うと、面白いエピソードっていうわけじゃないんですけど、異業種交流会とかに行って、私も本当にストレートに私です、北九州のお姉のビューティーカウンセラーキッチュですって言ったら、面白いんですよ、男の人は、僕女性しか興味がないんでって言うんですよ、でその後に言わないけど言いたいことは、私もあなたを別にタイプじゃないですよっていう、ね、そこはちょっと抑えて言わないですね。そう、もう大人なんで言わないですけど、こっちも選ぶ権利はあるんだよって思いながらですね、最初にその言葉はちょっとんって思いますよね。そうです、そうです、だから結局はそういう方々っていうのは表面的なところでしか人を見てないっていうところなんですよね。なるほどですね。なんかこう取捨選択、人の取捨選択できますね、そういう意味で、あでもキッズさんが落ち着いてそういうふうにも判断できるというか、見る目を持ったっていうか、そういう、ね、人としてやっぱりすごいそこも成長していったって感じますよね。それはあると思います ね、 とてもいいことですね。では次2曲目いきましょうか。いっちゃいますか、はい、ではキチュさんご紹介お願いします、はい、2曲目はですね、実はこれ私がですね、アパレル時代に聴、はい、いていた曲ですね。店頭で販売をしながらですね、この、M フローラブズというアルバム、私はアストロマンティックっていうこのアルバムがすごく好きな中で、はい、今日はですね、ちょっと次は切なさもある曲を入れました。はい、M フローラブズメロディー&良平でミスユーという曲を次はチョイスさせていただきましたので、はい、ぜひ楽しみに聴いていただければと思います、はい、ではよろしくお願いします。
FM 北九 78.5。 はい、2曲目お聞きいたしました。あ、いたしました、私も皆さんもお聞きいただきました。1曲目と全然違って、はい、なんか、まあ、逆な感じ で、ね、まあ、軽やかで、うん、この今の季節シーズンにとても合っているような軽やかな曲でしたね。本当、ね、ね、こういう音楽を聴きながら販売してるとね、売れるんですよ。あ、そうなんですね。本当にノリノリでした。やっぱ場所とか、うん、そういう状況で曲ってやっぱり合う合わないって。そうですね、ありますか。あります、あります。もう皆さんがもう洋服を買っていくみたいな感じの、ね、そうですね、自分のテンションが上がるからやっぱり音楽でまず、そうですね、自分の気持ちがその曲にあって、そういうのにつながるんですね。はい、それではあの美容のプロであるあの、はい、キッチュさんに個人的なご相談が、はい、ご相談、はい、どうぞ、はい、よろしいですか。はい、どうぞどうぞ。ですね、先日ですね、はい、家族で集まってちょっと食事する時があったんですよね、はいはい、私が先についてて、そのお部屋個室とか借りてて、で娘がドアをパッと開けた時に、ん、白って言ったんですよ、はいはいはい、私のファンデーションの色が白いぞ、いつもと違うぞみたいな。まあ、いつもより念入りには塗ったつもりではあるんですけど、そこまでベタベタはないんですが、白って言われた時に、その首と顔の色の違いで白って感じたと思うんですが、そういうのってあの、まあ、販売店に行ったらこう置いてるじゃないですか、見本みたいな。で手につけますよね。でも手とお顔の色って若干違ったりするんですよね。お顔なのに手につけて合うかなとか、新製品を見てそうやって試すじゃないですか。そういうなんか自分に合った色っていうのは混ぜたりとか一色だけとかいろいろ方法あると思うんですが、もうぴったりの色を選びたいんですが、なんかそういうポイントありますか。ポイントですね、すごい難しい質問ですけど、そうなんですね、簡単に一つ答えると、はい、一番失敗しやすいパターンで何があるかっていうと、はい、ファンデーションの中で似合わない色味、はい、大多数の人が似合わない色味っていうのがあるんですよ、それがベージュ。よくでもベージュってなんか普通にどこでもある色な感じですよね。そうですよね、ベージュってパーソナルカラーでいうとフォーシーズンの中ではウィンターさんが特に似合う色味なんですよね。なのに、それを使ってしまうと結局顔が白くなりやすいっていうパターンはあります。ベージュなのに白くなるんですか。そうです、ベージュって色味は一番濃いんですよ。ただブルーベースの肌の人が合う色味なんで、イエローベースの人ってまず合わないっていうのがあります。この話をパーソナルカラーでいつもしてるんですけど、はい、そうするとベージュのファンデーションは選んじゃいけないって思うじゃないですか。ただここがですね、実はね難しいとこなんですけど、よくファンデーションにないですか、ナチュラルオークル。あります、ナチュラルオークル、ナチュラルって自然なって思うじゃないですか、いい言葉のようなこう誰にでも合う感じの。そうです、そうです、ちょっとニュアンス的にそう感じ取れる、思いますよね。で、私ファンデーションお客さんがたくさん毎回持ってこられるんで、それで分かったことがあって、ナチュラルオークル、ナチュラルは自然なではないんです。ナチュラルっていうのがベージュなんですよ。あ、そうなんです。ベージュオークルなんですよ。で、大体ですね、成分表もそうですけど、前に書いてあるやつの量が多いということは、ベージュオークル、ナチュラルオークルということはベージュの方が比率が多くて、オークルが少ないっていう混ざり方のファンデーションなんですよね。そうやってするとベージュ寄りになるんで、そのナチュラルオークルを使っても白くなるパターンの方が多いです。そうなんですね、はい、いやなんか全然初めて聞いてびっくりです、分かってないですよね、分からないと思います。あとはさっき寺田さんが言ったみたいに、手に乗せるっていうのは危険なんで、まあ、勇気があればすっぴんで行ってお顔に乗せるのが一番だと思うんですけど。そうですよね、やっぱお顔に塗るものはお顔で試すのが一番でしょう。そうですね、なかなかねお店に行ってお顔に塗るっていうのはなかなかできませんね。となったら一番いいのは首。首、だって首と顔の色味が違うっていうんだったら首に塗ったら。そうですね、ちょっと首に、そうです、顔ではなく手ではなく首、
あ、いいこと聞いてます。そうですね、あとはさっきこうね、食事会だから、うん、張り切ってその張り切ってが多かったってことなんですよ。です、色が白くなったらファンデーションの色も間違ってたと思うけど、うん、塗りすぎっていうこと。そう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 、うん、あ、それで反省しました。あ、うん、そうなんだな、いつものようにすればよかったみたいな。そうですそうです、あまり重ねて念入りには、うん、そうですね、いいようで良くない、うん、結果的にそう難しいですね。そうなんですね、はい。あともう一ついいですか。はい、どうぞ。あの眉毛ですね、はいはい、眉毛って、うん、私はそうなんですけど、うん、もう左右対称ではない、その、はい、上がり方とか、うん、微妙に違うんですよ、はい、それだと、うん、なんか毎回こう整えるたんびに違うし、書くたんびに苦労するんですよね、はいはいはい、そういったなんかポイントありますか。はい、ですね、そもそも人間の顔って左右非対称なんです。寺田さんで言うと左側の方が下がってるわけですよね、うん、でなぜ左が下がって右が上がってるかって分かりますか。髪型とかの癖ですかね。そうですそうです、もう一番大きいのは寺田さんの場合は右でよく噛む習慣があって、左を使ってないから左の表情筋が鍛えられてないっていうことが要因なんですよ。なので、根本的に考えるのは右だけで噛むんじゃなくて左で噛むことも気をつけるっていうのは一つ大きなことです。今からそれをやっても修正効くんですか。うん、人間の体ってだって整体でマッサージしてもらうそのちょっとだけで変わるのと同じですよ。そうなんですね、なんかどんどん下がるばっかりで上がっていくのはもう難しいのかなと思ったんですけど、噛み方一つでそういう変化が起きるってことですね。結局あの私すごい好きなあの方で渡辺薫さんっていうメンタルコーチの方、はい、毎日ブログを書いてる方がいるんですけど、はい、その方の本にあの美は習慣で作られるってあるんですよね、はい、だから習慣を変えることっていうその大きなことをやるんじゃなくて日々の積み重ねをどう変えていくかっていうことだと思うんですよね。まあ、とても勉強になりました。あとは眉毛を左右対称に描こうとするから難しいんです。そうですか、うん、まあ、もし高さが違った場合は自分の眉毛はコンシーラーで上を消してるんですよ。高さが片方がすごく高くて合わせづらいって言うんだったら上の部分をコンシーラーで消したらいいと思います。カットしちゃうから失敗した時にまた大変じゃないですか。もう日にちいりますよね、また伸びてくるまでの修正っていうのが。カットに失敗したらとても日にちがまたかかってしまう、うんうん、かかるので、だからこそコンシーラーでちょっと調整がいいのかなと思います。コンシーラーですね、コンシーラーでそういう風に修正するっていうのも技も身につけないと、ね、そうシミだけのカバーのものじゃないんですよコンシーラー。なんかクマとか目の下のクマとか、うん、シミとかにしか使わないのかなとか思ってましたけど、ね、違うんですね。雑誌に載ってたりプロのメイキャップの人にしていただくと、うん、よくあるのがほうれい線とあと口角を上げるためにコンシーラー入れたり。そうなんですよ、どうしてもこう下がるじゃないですか、はい、右下に、はい、下に下がるじゃないですか、はい、そこに下唇のこの輪郭上をピーって上げて消すことによってこの下がりが消えるわけですよね。すると結構表情変わります。やっぱいろんな技がありますね。ありますあります、さすがプロです。学ぶことがたくさんありますね、はい。で、あのもう一ついいですか、はい、アイラインって皆さん引くじゃないですか、はいはい、私引いたら、うん、なんか下のまぶたに移って、うん、結局パンダみたいになるので引かないんですよね、うん、こう目閉じたりとか、はい、ちょっと涙が出たりとかして、うんうん、皆さん上手にこうにじまないようにしてるのも、はい、あれも何か技がありますか。あると思います。ただ、うちのサロンに来るお客様はどちらかというと寺田寄りなお客さんが多いですよ。下手っぴが多いんですよね。なので、うちはアイライナーは引かなくて、アイシャドウで目を大きく見せる技を教えたり、寺田さんの場合はどちらかというとマスカラつけるだけで目が大きく見えると思います。あ、そうなんですね、うん、目が立体的に見えるマスカラのつけ方を知れば、ね、マスカラの威力を感じて、そうするとアイライン引かなくてもまた目が大きく見えるので。あ、そうなんですね、アイラインを引かないと大きく見えないっていうのは間違いですね。間違いというわけではないんですよ、他の方法もあるってことですね。そうですそうです、大きく見せる。そうです、私あの今あのお仕事をしている方に教えていただいたんですけれども、打つ手は無限大っていう言葉を教えていただいた。素晴らしい。なので方法って一つじゃないんですよね、あ、希望が湧きます。そう、自分のね、あのいい方法を、いい加減を見つけたらいいと思います。いい加減じゃなくて、あ、なるほど、はい、
いい言葉です。ですね。すごいですね。やっぱいろんなことがあるんですね。で今ちょっとお話に出たメイクで、はいはい、キッズさんのサロンでは、はいはい、用意しているメイク道具ではなくて、うん、その方々が持っている、はい、その持参品っていうか、うん、はい、日頃使っているメイクで、うん、そういうご指導をいただけるっていうのを聞いたんですが、はいはい、それはどうしてですか？例えばメイクレッスン習いに行くのに自分のものを持っていかなかった場合に、うん、自分の持ってないものでされた時に、うん、結局また買い足さないといけないじゃないですか、うん、ね、うちの場合は全部持ってきていただいて、うん、パーソナルカラー的に色味が間違ってるものは貸し出しをして、うん、もう新しいのをぜひ買って、うんうん、そっちの方が素敵に見えるからっていうところは言いますけど、うん、例えば、プロの方がメイクをするっていうとブラシだったりっていうプロユースのものを皆さん使うじゃないですか、うん、でもそれが使い切らなくてチップを使ってる人っているわけですよね、うん、じゃあチップだったらどうやって動かせば、うん、素人の人でも上手に見えるかっていうところを私は研究したんですよ、うん、だからそういったことでやってます、うん、とてもなんか私初めてねそういうお話聞いた時に、うん、先日サロンをお伺いした時に、うん、はい、それを聞いてとてもなんか目から鱗的な感動を受けました、うん、なんか、そこに行ったら用意してあるものでするっていうのがもうなんか自分はそう思い込んでたっていうか、うん、もうそこで してもらうんだっていう、うん、全部ものも全部っていうのを思ってたので、うんうんうん、いやなかなかとてもやっぱりもう思いやりがあるなっていうのは感じました、うん、その自分の持ってるものでまた一つ自分をパワーアップできるっていうかバージョンアップできるみたいな技を身につけることを教えていただけるっていうのはとてもありがたいことだなって思いました。だって今持ってるもので何が違ってくるか、うんうん、結局はちょっとしたコツなんですよね、うん、それを分かっていただくのとうちはもう洗顔から教えて、うん、基礎のお肌が綺麗になった状態でメイクをしないから、うんうんうん、みんな結局ファンデーションが寺田さんみたいに厚塗りになるのはなんでかっていうと、うん、お肌が綺麗に出来上がってないからそうなってしまうっていうことなんですね。だから、ね、日頃の積み重ねっていうところで洗顔を教えて保湿を教えてメイクっていう形にさせてもらってるっていうところが他とは大きな違いかもしれないです。そうですね、あとはもうマンツーマンっていうところが、はい、大きいかもしれないです。結構 ねメイクレッスンって何人かでやったりっていうこともあるけど、うんうん、すっぴんね見せるって恥ずかしいじゃないですか。そうですね、うん、じっくりやっていただくっていうのもいいと思いますし、うん、とてもありがたい。なんか本当癒される、ね、お会いしたいなって思うサロンだと思います。キッズさんが待っていただけるところに私もいつか行って、うん、近々もうこのヘタッピーを克服するためにキッズさんのところに通います。そうですね、もう寺田さんもアイメイクを変えたいですもんね。そうなんですね。気になって仕方がなかったけど言えなかったです、ね、もうなんかジロジロ見られてます今私映ってない、はい、ではここでまたキッズさんご紹介願いますか、はい、3曲目のチョイスの曲をどうぞ、はいはい、3曲目はですね、うん、今日の、このラジオを聞いていただいてリスナーの方に私がメッセージとして一番伝えたいなと思ったテーマがあったのでそれでこの曲を選びました、ミスマンデーで雨虹ノーレインノーレインボーです。ではお聴きください。
3曲目、またこれも感じが違う曲でしたね。そうですね、はい、雨が降っても、ま、次は虹が出るよって、そうですそうです、辛いことがあっても、うん、また次は楽しいことが待ってるよみたいなメッセージが込められている曲ですね。もうこの曲を聴いて、いつも聴いてます。なんか、うん、ちょっと自分の気持ちが下がってる時は聴いてるかもしれないですね、うん、やっぱりそうですね、感情と曲がこうマッチするような、うん、またそういう奮い立たせてくれるようなスパーをもらえるようなっていう、そうですそうです、そんな時にチョイスして、うん、そして多分皆さんの中であると思うんです、うん、私は落ち込まないって思ってると思うんですけど、うん、私も一応人間ですね、うん、ですねたまには落ち込むんです。その時にこう自分をね、うん、あの活気づける曲っていうところで、うん、だからもう今日は3曲全然違う曲を、うんうん、素敵です、ね、サロンでかける曲はトニーチャンティみたいな曲をね、うん、穏やかな曲をかけるんですけど、それはもうお客さんに癒しだったりっていうところがあるんで、うん、でも普段自分をね元気づける時にはやっぱり違う曲を聴くっていうところでね、うん、いろんな表情を見ていただければなと思って、うん、今日ははい、ありがとうございます、はい、ピチュさんに会いに行けばパワーもらえると思います。素敵なサロンだし、うん、でもピチュさんも落ち込む時がある、うん、こういう曲からまた力をもらって、ね、そうですね、でまた笑っていくっていう感じですね、うん、はい、私今日は代打でしたが、もうこんな時間です。もうあと15分で終わりってね、こんな時間あっという間です。ピチュさんのおかげでとても楽しいトークで、はい、時間があっという間で、うん、良かったです、はい、でもう一つなんですけど、はい、さっきのメイクのお話で目まで来たので、はいはい、もう一つ口紅ですね、はい、口紅ってやはり色によって顔の表情が変わったり、うん、真っ赤だとピンクだとっていう、うん、ありますかね、やっぱり、はいはいはい、ありますね、リップはですね、まあ、人によっていろいろあると思うんですけど、選び方っていうと結構一言では言いにくいんですよね。ただリップは意外にですね、ミルフィーユリップって重ね付けをすることによって1回じゃやっぱり発色をしなかったりっていうのが、3回塗ることによって発色が良くなったりっていうのも一つあります。あとは重ね塗りです。重ね塗り、うん、やっぱり一色ではなくて重ねた方がより魅力的な唇になりますか？そうですね、なので、例えば赤い口紅がここ数年ね以前より出てるじゃないですか、はい、で赤い口紅1本そのまま塗るって言ったらね、お化けみたいになるかもしれないですか、40代以上はですね。なのでそうなった時にベースに塗った口紅の上に最後に手指に取ってトントントンって赤い口紅を乗せるっていうことでもまたちょっと印象も変わると思います。またそういう小技があるんですね。あとは寺田さんとか、見てても思うんですけど、結構ですね、口紅が生えない口元をしてるっていう女性って多いんですね。それ何かっていうと結局は縦シワ、このシワが大敵なんですよね、とても納得します、はい、縦シワたくさんあります。そうですそうです。で縦シワがあるのに、皆さんどうですか、薬用リップ塗るときに横に塗ってないですか？塗ってますね。横に塗ってますよね、でもどうです、縦に溝があったときに横にこう塗って溝の中に入ります、入ります入らないですよね。浮いてますよね。そうですよね。ということは縦にこう溝があれば縦にやった方がいいですよね。だから薬用リップも横じゃなくて縦に塗った方がしっかり中に入っていてふわっとなると思います。それぞれの、ね、唇の形もあれば、うん、そういうシワとかそういうのもありますからね、ありますね。その人に合った色とか、その人に合った塗り方とか、いろいろあるってことですね。そうですそうです。だからやっぱり雑誌で見て自分の本当にいいのを見つけれる人はいいと思うんです、でもやっぱりなんか違うなっていう場合は、やっぱりあなたのパーソナリティに合わせるような形で個人レッスンが一番向いてるんじゃないかなと思いますね、そうなんですね、そういういろんな小技、大技、いろいろキッズさんに会えればそこで教えていただけるので、キッズさんのサロンの住所をもう一度お願いします。はい、サロンはですね、小倉北区砂津の方にあります。チ
チャチャタウン小倉からも歩いて2分のマンションの一室です。ホームページを、キッチュビーで検索していただいたら、サロンの情報出てきますので、それで見ていただければと思います。ゆきずさんはもういつも洋服を載せていて、はい、SNS の方でも、はい、とてもおしゃれで、はい、それも参考にしていただければと思います、そうですね、やっぱりこう私の場合はなんであれを載せてるかって言ったら、やっぱりこう少ない洋服でもバリエーションが広がるっていうところをやっぱり知っていただきたいんで、みんな私がすごい洋服持ってるって思ってるんですけど、まあ、確かに思います、あれ見てたら、寺田さんよりは多分洋服はあると思います。それ分かってます、ただ、結局は着回しもあります、色の合わせ方、だから私はもうパーソナルカラーを習った時に、自分の中で着る色っていうのを決めたんです。白黒グレーに赤ピンク、黄色であとベージュ、そういうのに色を決めたんです。なぜかというとデザインの幅はそのまんま残したかったんです。でもデザインの幅もあって色もあってっていうとごちゃごちゃになるんですよね、だからそれを21歳の時にパーソナルカラーになった時に決めた時にコーディネートがすごい楽になったんで、パーソナルカラーもね、本当はもっと北九州の人は知っていただいて、やっぱりこう似合う色を着てると安い洋服も安く見えないんですよ、なので今日着てるこの T シャツは、この間 H&M で見つけたんですけど、1500円とかです。いや見えませんね、ね、その中ね、やっぱり色選びってすごい大事ですね。大事ですね。また色のこともね、キッズさんから学ぶことができますからですね。そうですね。反対色とか、やっぱその人の色っていうのは、はい、大事な部分で、何色を持った方がいいよっていうアドバイスもね、キッズさんからいただけるので、ぜひキッズさんに会いに行ってほしいと思います。私もぜひおすすめのお方でございます。特に秋に向けて、今からお洋服が、着物が出てくる前に、やっぱり悩みって、次のトレンドどう取り入れようとか、でも分かんないじゃないですか、じゃあ似合う色が分かれば、その中から上手に探すことっていうのはできるし、私は色遊びだと思ってます、洋服のコーディネートは、遊びのように楽しくやれば楽しいんだけど、普通にならない、普通になってしまう人がいるんだったら、色遊びを覚えればいいと思うんですよね。 そのためにパーソナルカラーが私は入り口になると思ってます。私も先日見ていただいたんですが、キッズさんにもそういう風に見ていただけるね、そういうのもありますからね。あなただけの間近のセブンデーっていうのも、いろんなそのあなたにとって何の日ですよみたいな、そうですね、そういうのも運気がいい日をね、使うとね、面白いんですよ、そういうのも調べてくださるので、そうです、とてもやっぱ色とやっぱその人の、そのタイミングっていうのも大事だなっていうのをね、そうです、お勉強できますので、1ヶ月の中の運勢を決めるときに、実は今日私にとってはリセットデーなんです。そうなんですね。そういう風にね、その日の意味も知ることができる、いろんなことを学べる、キッズさんから学ぶとって、皆さん綺麗になって、ね、素敵なお洋服を着て、はい、素敵な日をまた自分で知るっていうのもできるので、はい、ぜひ会いに来てほしいと思います、はい、キッズさんが、ノーメイクでお客さんを返したら申し訳ないみたいな気持ちから、メイクの勉強で、そう思ってるメイクでするってね、そうです、そうです、元々はそうですよ、25歳でエステを習った時に、もともとメイクは自分がハマりそうだったんで、もともとパーソナルカラーを習った時に先生にメイクも一緒に習った方がいいわよって言われたんですけど、ドハマりしそうな気がしたんで断ったんです、でもエステを始めた時にエステが終わって、その方にちょっとメイクをしてあげることができるんだったら、お客さんが喜んでくれるだろうと思ってメイクを習いにしました。最初は下手っぴでしたよ、本当に。私ぐらい、そうですね。それがやっぱりお勉強していろんなことを学んで、そういうプロになっていくって、そして人に教えることが、キチさんのその思いやりから人の幸せにできる方だと思うので、もうどんどん、キチさんから縁をつないでいけたら私も嬉しいですし、私の知り合いも縁をつないでいけたらなって思います。北九州に、ね、そういうサロンがあるっていうことを知らない人が多いからですね、広げていきたいですね、こういう、こういう場もちょっと今日は利用させていただいて、今日は本当にね、長いこと
時間があって不安だったんですけど、あっという間で、もうこんな時間ですよ。本当に早かったですね。もうキチさんのおかげです。私の拙い MC でどうなることやらと思いましたか。おしゃべり慣れてるんで、よくラジオに呼ばれるんですけど、キチさんはもう経験がもうすごく私より数段ねえ、はい、きっと他の人と違うのは、その時のその場の空気で話したりっていうのが全然問題ないタイプの人間なんですね。ただやっぱね、それに緊張するって言われるけど、その場のライブ感を楽しめる人間なんで、それでいいじゃないかなと思いますね。本当助かりました。またいつかご一緒できたら嬉しいなと思います。はい、ぜひまた呼んでいただければなと思います。はい、美とまたマジカルを伝えていける、まあ、今度ケイちゃんキッチュでキッチュケイちゃんでやっていけたらなってそうです、ね、ちょっと夢見てみます。それはそれで面白いかもしれないですね。はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ミュージックラブ FM 北九をお聞きの皆さん、こんにちは。ランモエコです。言葉で伝えるフラメンコ、日本語で歌うフラメンコをテーマに、ジャパニーズフラメンコポップスという新しい音楽ジャンルの確立を目指し活動しています。今月から第2第4木曜日13時から13時半、ラ・モエコショーという番組がスタートしますので、よかったら聴いてください。今日は4月にリリースしたアルバムから夏にぴったりの元気になれる曲をお聴きください。日本語で歌うフラメンコ、新しい音楽の世界にドキドキワクワクしていただけたら嬉しいです。それではお聴きください。ラ・モエコでケセラセラ、 What a wonderful worldものがち、人生楽しんだものがち。
忍者パーク、ふわふわパーク、恐竜カフェなど楽しいスペースが盛りだくさん。どんな天気でも家族みんなで涼しく楽しめます。ジャイアントスタジアム6月29日オープン。ホタルと出湯の里、下関市豊田町、昭和の民宿一の又温泉荘、源泉かけ流しアルカリ性単純イオン温泉であなたもツルツルの美肌に。日帰り入浴500円、素泊まりは1泊3500円とリーズナブル。お問い合わせは 083-768-0231 一の又温泉荘まで。諦めていた汚れ、なかなか落ちない汚れ、エアコン、キッチン、水回り、お掃除のことなら何でもお任せください。ハウスクリーニングから店舗、オフィスクリーニングまで。お掃除本舗小倉北店、0120-059-017。 F F F